混合力士王は、日本の競争馬である。主な勝ち案は、木更木賞、金社地賞、読売マイラーズカップ、柿畑記念、2007年の安田記念では2着となった。馬名の意味は、冠名、混合に、最強の力士になるようにという、力士王、または、混合力士から、2004年12月19日、阪神競馬場での2歳新馬戦でデビュー。この競争には、 ディープインパクトも出走しており、同馬に次ぐ2番人気に支持され、人気通りの2着でレースを終えた。2005年1月8日、2戦目の3歳未勝利戦で、初勝利を挙げ、続く500万下条件戦スの起承でも1番人気の支持に答えに連勝。初の重賞挑戦となった木更木賞では2番人気で、アドマイア富士。 シックスセンスらを相手に勝利し、3連勝で重賞発制覇を成し遂げた。毎日敗3着を経て、ディープインパクトとの再戦となったサツキ賞では、10番人気と低評価で、結果も16着と大敗。一戦を挟んで挑んだ東京優秀も16番人気で11着と、再び大敗。これが、ディープインパクトとの最後の対戦になり、雪辱を果たせなかった。 この後地方のダートグレード競争を2戦するもいずれも勝利は挙げられず3歳シーズンを終えた2006年復帰2戦を2着6着として迎えた金シャ地賞では岩田光生が起場し逃げ切りで木更木賞以来の重賞2勝目を挙げたその後重賞2着5着2着と安定した走りを見せポートアイランドステークスでは 和田隆二が起乗し1番人気に個体勝利を挙げた。2007年、初戦の中京記念では2番人気に、支持されるも12着と大敗するが、自走のマイラーズカップで9番人気の低評価ながら、スイープ投賞などを抑えて逃げ切り、1分32秒2のコースレコードタイムで、重賞3勝目を挙げた。自走の安田記念では、前走同様警戒に逃げたが、 ゴール直前に台はメジャーに首さ捉えられ2着に終わった。しかしこの2着は世界的に評価され、8月11日に発表されたアイファによるトップ50ワールドリーディングホースにおいてマイル区分119ポンドで最高38位体にランクされた。第10回カキツバタ記念休養を経て迎えた秋、初戦の毎日王冠ではハイペースとなり6着に敗れ、 その後、香港マイルに予備登録を行ったが、馬インフルエンザの影響で、検疫期間が1ヶ月かかることから、日本から香港国際競争に参戦する予定だった他の有力馬の多くが、相次いで回避を表明していた。しかし、香港政府と日本国政府の調整の結果、検疫期間が14日間に短縮されることとなり、第17回香港マイルへの出走が正式に決定した。 その後、阪神競馬場で2週間の検疫を受けた後、香港カップに出走する、シャドウゲートと共に、香港シャティン競馬場に移動した。12月9日に迎えたレースでは4番人気に支持され、スタートから果敢に逃げたものの、落鉄の影響もあり、最後まで粘れず急着だった。レース後は12月12日にシャドウゲートと共に帰国している。2008年、 1>, 1月22日に締め切られたアジアマイルチャレンジのシリーズ登録を行った。レースでは中山記念から始動するが13着、続いて昨年制したマイラーズカップに出走するが7着だった。しかし5月6日に行われた柿キツ記念ではリミットレスビットや名称バトラーらを抑え、久々の重賞4勝目を挙げた。続けて5月28日の先玉杯に出走、一番人気に 押されたものの、で遅れが大きく響き9着に敗れた。その後、中1周の感覚で、安田記念に出走。スタート直後から激しく押して、花を奪うも、直線中で後続にかわされ6着に敗退した。その後、札幌記念に出走。前走通り花を奪うが、4コーナーに差し掛かったところで失速し、ブービーの10着と大敗した。自走、エルムステークスでも逃げるものの、 ここでも失速しまたもや、ブービーの11着に敗れた。その後、マイルチャンピオンシップ南部杯に出走するが、ここでも、ブービーの13着に終わる。続く、富士ステークスでは12着だった。本番のマイルチャンピオンシップでは、クリストフルメイル機種に乗り換わったがスタートでも花を切れず、結局、ブービーの17着に敗れた。その後、12月25日の兵庫ゴールドトロフィーに、 出走、人気通りの4着に終わった。2009年、中東化の強行ローテーションで挑んだ、京都金牌では逃げるものの、失速し13着に敗れた。その後、休養を挟んで5月10日の当時ステークスに、出走、10番人気と低評価だったが、逃げ粘って4着となった。続く6月7日の安田記念ではスタートから花を、奪うも、直線で失速して、 ブービーの17着と大敗した。2009年10月28日付で、競争場登録を抹消された。引退後は韓国へ寄贈され、軽機動、競馬教育員で、騎手候補生の訓練場となっていたが、2010年5月に、タイウマや、CO 値の調査をした結果、所有の確認が取れなかったため、2018年11月30日付で、死亡したものとみなされた。 タイムランの R はレコード価値を示すありがとうございます。